ここまであちら側の方がいらしたのですわね。無謀にも一人で敵陣へと足を踏み入れる、その勇気だけは認めて差し上げましょう。けれど、勝ち目のない戦いなどするだけ無駄ですわ。震えながら物陰に身を隠していれば、私も見逃してあげられましたのに。うん、貴様に用はない。無駄な戦いを終えるため俺はここに来た。傍観者に未来はない。ええ、未来は力ずくで奪い取るものですわ。主を守るは貴様一人か。ええ、いかにも。笑わせてくれる。力なき者はおとなしく立ち去れ。ああ、はは。主君に対する紳士の言葉とはとても思えませんわね。引く気はないということか。同じセリフをお返しいたしますわ。そうか、貴様が魔導士。よかろう、ならば容赦はしない。さあ構えろ。消滅を覚悟するがいい。ヨゴダンス、全力でかかっていらっしゃい。けれど、あなたは消滅程度で済まされませんことよ。さあ、鬱陶しいその鎧ごと完全に焼き尽くして差し上げましょう。持てる力すべてで貴様を倒す。私も全力。の愚か者どもにこんな神聖な場所まで攻め込まれるだなんて。それにしてもあの小娘、見回りなどと言って一体どこまで何を見回りに行ったのやら。はーい、戻ったぞー。わあ、サントットのおばさん、博士、留守番ご苦労さん。やっと言葉に気をつけられるようになりましたのね。ところでプリッシュ、今日はどちらを見回ってらしたんですの？そりゃもちろん、ここの聖域の周りはしっかり。まあよくおっしゃいますこと。あなたが見回っているにもかかわらず、つい先ほどここには来客がありましたのよ。こんな狭い場所で侵入者にも気づかないだなんて、なんとも不思議ですこと。
質問を変えますわ。今日は一体どのあたりを冒険されていたんですか？いいことプリッシュ。私の最終魔法の研究が終わるまでに成果が上げられないようならば覚悟なさいな。残りのカオスの者どもごとあなたも私の魔法で消し飛ばして差し上げますわ。ってお待ちなさい。そんなに怒るなって。次ん時はなんか土産を持ち帰ってやるから楽しみに待ってろよ。はっきりさせておきますわ。今度サボったら承知しませんことよ。